ニコライ・クズネツオフ、ニコライ・ゲラシモビチ・クズネツオフ、1904年7月24日から1974年12月6日は、ソ連海軍提督で、第二次世界大戦時の海軍人民委員、海軍大臣、ソ連邦海軍元水、1988年、ソ連邦英雄。クズネツオフは、ボログダ県コトラス地区のメドベートキ村の農家に生まれた、 1919年、彼はソ連海軍北、たドビナ小艦隊に入隊したが、あと2年経たなければ、本来の彼の年では入隊できないはずであった。軍務記録には、1902年生まれと記載されている。1920年からは、ペトログラードで勤務した。1924年、海軍軍人として、ウラジーミル・レーニンの葬儀に参列した。 1925年にはボリシェビキに入党している。1926年にフルンゼ名将海軍学校を卒業し、クズネツオフは巡洋艦、チェルボナウクライナに登場し、はじめは当直士官、後に大尉に昇進した。1932年、彼はレニングラードのボロシーロフ名将海軍アカデミー、作戦部門、オペレーションズデパートメントにおいて、 作戦及び戦術の研究を終了した。卒業後、彼は参謀部勤務か感染の指揮官か、いずれかの選択肢を示された。クズネツオフは実戦を経験できるかもしれない機会を逃すのは懸命でないと考え、巡洋艦、クラスヌイカフカースの幹部士官の職を受け取った。そして、わずか1年で彼は昇進した。1934年、彼は再び、 シェルボナウクライナに戻ったが、艦長として出会った。クズネツォフは、規立を引き締めることで船を海軍の模範とし、若い艦長は有名になった。1936年9月5日から1937年8月15日まで、クズネツォフは、ドン・ニコラスの偽名で、海軍駐在部官及び、海軍首席顧問として、スペイン共和国に派遣され、このスペイン勤務の間に、 彼はファシズムに対する嫌悪を抱いた。1937年8月に帰国し、太平洋艦隊副司令官に任命された。1938年1月10日、彼は二に昇進し、太平洋艦隊司令官に任ぜられた。この地位にある時に、彼はスターリンの赤軍大粛清に直面した。クズネツオフ自身は決して巻き込まれなかったが、 彼の指揮下の多くの将校が粛清された。クズネツオフは至るところでこの粛清に抵抗し、彼の介入で多くのソビエト将校の命が助けられた。1939年4月28日、34歳で海軍人民委員、海軍大臣に任命され、その地位は第二次世界大戦を通して保持し続けられた。クズネツオフは戦争開始当初、 唯一重要な役割を果たした。ヘキ島において彼が命令無視を決意したことでソビエト海軍の破滅は免れた。1941年6月21日までにクズネツオフはナチスドイツとの戦争の必然性を確信していた。セミオン・チモシェンコとケオレディ・ジューコフはソ連の指揮官がドイツの挑発に応じるの禁止する命令を発していたが海軍は陸軍とは異なる。 小、人民委員部であったため、クズネツォフは、法的には彼らの直接の指揮命令系統の外に、位置していた。彼は、この事実を利用し、大胆に行動した。6月22日の夜明け、クズネツォフは全ソビエト艦隊に戦闘準備を命じた。同日朝の4時45分、ドイツ国防軍は、バルバロッサ作戦を開始した。ソビエト海軍は、 ドイツ軍の当初の進撃に抵抗するよう準備された唯一の軍種であり、その攻撃に対して激しく抵抗し、一隻の船、一機の飛行機も失うことはなかった。続く2年間、クズネツォフの主要な関心事は、ドイツの侵攻に対するカフカースの防衛にあった。戦争を通じ国会は、ソ連海軍の作戦上の主要な部隊であった。戦時中、クズネツォフは、 ソ連の陸海脅撃戦法に磨きをかけた。1944年2月、彼は海軍元帥。はじめは4つ星の召喚と同等の位として、新設の階級が与えられた。同年クズネッツォフはソ連邦英雄の称号を与えられた。1945年5月31日より、彼の階級はソ連邦元帥の階級と同一視され、同様の気象が与えられた。 1946年から1947年まで軍事時間及び海軍総司令官を務めた。しかし、1947年1月、スターリンの命によりそのポストを外され、同年12月19日、他の提督たちと同じように海軍軍法会議にかけられた。クズネツオフは中将に降格され、他の提督たちは様々な有機刑を受けた。 1951年7月、スターリンはクズネツォフを復帰させ、再び彼を海軍の司令官に任命した海軍省を兼務。しかし、彼の階級は1953年のスターリンの死後に戻された。同年、ソ連国防第一次官にも任命されている。1955年クズネツォフは海軍総司令官となった。彼の階級はソ連邦海軍元帥と改名され、 原水性を授与された。クズネツオフの新進の名声は、ジューコフ原水との直接衝突をもたらした。戦時中も、ジューコフと衝突していたが、1955年12月8日、戦艦、ノボロシースクの損失を口実に、ジューコフは彼をその職務から外した。1956年2月クズネツオフは再び、中条の階級に降格させられ、退役し、 海軍と関係のある、ありとあらゆる仕事を明確に禁じられた。退役後に彼はいくつかの長編作品と同じくらいの多くの随筆や論文を執筆し、発表した。その中には、大祖国戦争を取り扱った海藻録や公式電気、勝利への道が含まれていた。その海藻録は、他の多くの著名な指導者たちのものとは異なり、彼自身によって書かれた。 クズネツォフはまた、戦争、スターリンの圧政、そして海軍に関するいくつかの本を著述し、それらは彼の死後に出版された。その中で彼は、軍隊の国内問題に対する等の干渉に非常に批判的であり、そして国家は法により統治されねばならないと強調した。1957年の1コフ および1964年のフルシチョフの引退後、退役軍人会は、クズネツオフの階級を、そのすべての恩給利益と共に回復させ、そして、彼を国防省観察総監の一人にしようとする運動を起こした。これらの要求は常に、特に彼の公認ゴルシコフ提督によって無視され、続けた。これは、彼の死後、1988年7月26日に、 ソ連最高会議官部会がクズネツォフを元の階級であるソ連邦海軍元帥復帰させるまで実現しなかった。クズネツォフは現在ソビエト市及びソ連海軍市における最も有名な人物の一人として認められている。レーニン勲章4個、赤旗勲章3個、一等、ウシャコフ勲章2個、赤星勲章を受章。空母アドミラルクズネツォフに 彼の名前が付けられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。